ロンドンパート。でこの中にノエルちゃん、ルーナちゃん、フレアちゃんの私物があります。じゃあまず、なるほど、ルーナちゃん、これちょっと映してしまって大丈夫なのかな。なんかうんちっちが映ってるように見えるの。うんちではないです、これは水色の。大丈夫なの。すごい似てますね。いやいやいや、食べたんだ。これはうんちではなく、ソフトクリームの形をした入れ物ですね。あ、そうなのだね。当たり前だろ、ここにうんち。でもさ、うんちでも綺麗なうんちじゃない。やめろやめろ、広げてる。違います、これは綺麗なうんち。はーちゃま、これは綺麗なうんち。あなた存在消しますよ、あんまり言うと。これ綺麗なうんち。綺麗なうんちです。うんちではなくソフトクリーム型の入れ物です。仕事のメンバーがモエルと先輩とフータン、だから多分このうんちっちを。いや、うんちではないお前、お前それノエルの私物だったらどうすんだよ。やで、だって頭の上にうんちちゃんだって言われた今。やだよ、だこれね、うんちって言って仮にメンバーの私物だった場合亀裂入りますからね、みんな気をつけてください。ギス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 しますよ。いや、多分ノエル先輩とフータンがうんちっちを選ぶとはねえ、思わ。え、じゃあもしかしてルーナ様だったりして、あ、そういう、あ、そういう、あ、ちょっとバチバチしてきましたけれども、バチバチされてるけど、ね、配置をね、一番端と端にしておきましたからね、安心してください。殴り合いはありません。やだはい、ではルーナちゃん、多分なのだけど、フータンは10番な気がするのだよ。あー、なるほど、わかる。なんでこの2人がバチバチしてるんですか。